黒森峰男です。皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。私の事情によって YouTube チャンネルを引っ越すことにしたわけですけれども、すぐに皆さん私の願いを聞いてくれて、新しいチャンネルの黒森ワンの方に登録していただき本当に感謝しています。私は650名ぐらいの方が登録してくれたら、あとはなんとか頑張って1000名様の登録という収益化の条件に向かってやっていこうと思っていたのですが、一晩のうちにそれをはるかに超える皆さんに登録していただいて大変驚き、また感激しております。ありがとうございました。収益申請にはあとは合計で4000時間かな、以上の再生時間という条件があるんですが、それは私がたくさん動画を作ればなんとかなる話だと思います。そして選挙の前のなるべく早い時期までに黒森ワンを収益化し、そして大きくするように頑張ります。昨日と今日は動画をアップロードした後にいろいろありまして、すぐにコメントをお返しできずに申し訳ありませんでした。黒森ワンの方にいただいたコメントには大体はレスできたと思いますが、こちらの方には手が回らなくてすみません。でも全て読ませていただいております。ありがとうございます。頑張ります。社会的な立ち位置というか、私と運営さんの価値観の対立という前に、チューブさんが収益を追う企業であり、そこにアマチュア体質の黒森が場所を借りているという状態ですので、いろいろとうまくいかない部分もありますよね。そこには黒森の方も歩み寄る必要があるのではないかとは思っています。私の方から見たら、ああこの動画は審査通らないだろうなと思うものはわざわざ審査に出して NG をもらいたくはないわけですが、運営さんの方から見たら、この男はせっかく収益化を認めてやったのに審査に出さない動画が半分ぐらいあるのはどういうわけだ、私たちの収益に協力するつもりはないのかというふうに見えるでしょう。そこで今後は黒森ワンの方には審査に合格できそうなもの、黒森2の方にはそれはちょっと無理かなというものを2つに分けてアップしていけば、少なくても黒森1の方は運営さんの方から見て好ましく見えるのではないかと、そういう方向でいこうと考えています。なので今後も黒森2の方も、こちらのチャンネルの方も時々新規動画をアップすることになると思います。というわけで黒フォース1、黒フォース2、どちらも今後ともよろしくお願い申し上げます。というところで本日の小ネタです。ジョー・バイデンが何回目かの567の感染の後、急に身長が10センチあるいは15センチ伸びた。これは影武者に違いない。本物のジョーはどこに行ってしまったのか、というお話が陰謀論業界で転がされているようです。ことの発端はジョー・バイデンとイスラエルのネタニヤフは、もともとどちらも身長180センチでこの写真のように同じぐらいだったはずなんですが、7月25日に久しぶりに並んだ写真では明らかにジョー・バイデンの方が大きかった。これはおかしいということです。さらにジルとジョーが並ぶと、ジョーの顎の位置がちょうどジルの目線の位置のはずなのに、567の後からはジョーの顎はジルの頭のてっぺんに来てる。明らかにジョーの身長が伸びている。また自転車に乗っているジョーを報道陣が撮影した時、彼は報道陣の前で止まらないでそのまま走り過ぎた。これは自転車の彼が影武者だったから報道陣の前で止まらなかったんだ、という話にまで発展しています。本当にジョー・バイデンは背が伸びた、つまり背の高い影武者と入れ替わってしまったのでしょうか。政治家の身長は特に公式に発表するものでもないので細かい数字は分かりませんけれども、一般にはこのような数字が言われています。もうここでいきなり答えが出てますが、もともとネタニヤフはこの中では一番背が低く、バイデンとは8センチぐらいの違いがあるんです。先ほどの同じぐらいに見えた写真はよく見るとバイデンの方が少しだけ遠くにいて、遠近法でそう見えるだけです。むしろ2人が並んだ写真で同じぐらいに見えるのはあの1枚ぐらいで、よく見つけたなという感じ。あとはどれを見てもバイデンの方が明らかに高く写っています。
ちなみにトランプさんとオバマはほぼ同じぐらいで、まあ、少しだけトランプさんの方が大きいように見えます。オバマとバイデンなら明らかにオバマが大きく、トランプさんとバイデンならトランプさんの方が大きいです。もちろんネタニヤフは全員と比べて明らかに小さいです。ジョーの背が伸びたのではなく、もともとネタニヤフが小さいんです。ジルとジョーの身長の違いも単なる遠近法です。ジルが遠くに立っているだけです。自転車のバイデンが報道陣の前を素通りしたのは、止まると転んじゃうからです。またお会いしましょう。黒森峰夫でした。